岩木美子以降、青年天皇2年11月以前は、日本初期に伝えられる古墳時代の皇族。有力天皇と、キ備上道の尾み氏出身の若姫との愛の子で、星川千雲子の道府系、伊阜系にキ備上道、兄君、キ備上等帝君がいる。岩木美子の名前は、古事記には見えず、日本初期巻、第十四巻、第十五のみに現れる。 具体的な記述は、有楽天皇23年8月の有楽天皇崩御直後、弟の星川美子が反乱を起こそうとした際に、長子岩木美子、母夫人のその幼子に今日る子を聞きて曰く、皇太子、是我が弟なりといえども、安にぞ欺くべけむ。深ためとのたも、とあるのみである。この記述から、控えめで慎重な性格と、 なおかつ文言を守っていたことが伺われる。なお、税の時に、きび若姫、いわきみこの威夫圭、兄君、上高氏タ前来も区名を削らせり、星川みこに従いて、反殺されぬ。とあり、みこの名前がないところから見て、この時の反乱には参加しなかった可能性が高い。上記の言葉が残されている時点で、乱には巻き込まれなかったことがわかる。ただ、 生命天皇2年11月に、死返をし岩美子の息子である仁王が発見され、このない生命天皇が教嘆後、後継ぎができたと喜ぶのだが、この時に岩木美子もしくはその子孫が生きていれば、このようなことは起こり得なかった、と推定される。上記に挙げたように、岩木美子の弟が白髪美子である。生命天皇は西暦に直すと484年に、 公御しており、地に年若干には25歳前後、兄君は、星川美子の反乱当時は40歳前後ということになる。古事記には、石識王が、建造天皇の皇后を、南馬王の父親として挙げられている。同様の記述は、初期巻期、第十五にもあり、南馬王,王の父は、陰行天皇の彦で、岩木王の孫でもある、岡和久後の娘だという。王イコール、 いわきをイコール、いわきみことみて、間違いはないであろう。建造天皇が、南馬尾のオ王を皇后として迎えた理由は、有力天皇の地を女系継承で伝えようとしたためだと思われる。しかし、南馬尾の皇后は美子を設けることができず、皇太子時代の人間天皇に無礼を働いた、という理由で、建造天皇法御後に自死しし、いわきみこ、 若姫の皇室での決闘はここで途絶えてしまった。カダノアズママロを排出した、伏見稲荷大社社家のカダノ氏は、岩木美子の末裔であるという説がある。ありがとうございます。